セレッソ来たって感じする。くんでした。個人的に北野くん応援してるからマジで嬉しいんだよな。葉っぱがこの間の山口で壊れたので調達したのと、今日これを買いました。見えてね、皆様、
ゃないダメだね。めっちゃ楽しんでる。超エモい。
セアラ早々に乾さんが点決めたっていうのがマジでスーパーすぎるな思っております。でセレッソはセレッソで、うーん、あともう一歩だなとか、あのボール持ってからそこから一気にカウンター仕掛けに行ったりとか、そういうところはすごいワクワクするけれど、あと一歩が足りないなって感じです。まあ、それプラスアルファちょっと結構鹿島の方も攻めが強くって、ジンヒョンのセーブに助けられてるところも多いかなっていう感じですかね。マジな雑感ですけれど、あでも後半どうなんだろうな。でも結構レオセアラがいい動きしてんだよね。分からんの、どこ行った。後半で、まあ、カードを変えてくるのかもしれないけれど、まあ、楽しみに見ていこうかなと思っている次第でございます。以上、あの J2 サポーターによるガバガバな前半レポートでした。
ばいってやばいってやばいって。よし。もう人生をそのまま決めちまえよ。マジか。あれ？私。去年の J1 の最終節ヨドコを来てレッドカード1人出てウノゼロで負けたな。私ヨドコを来ちゃダメな感じ。初めての気がする。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、通知オン、各種 SNS のフォロー等もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。